はい皆さ毎度毎度、きょうはね、一応1月15日ね、まあ昔の成人式だね、この日が一番朝が遅いんだよね、日の出が遅い、埼玉地方はね、だいたい今を境にね、朝日が早くなってくるからね、あっという間にね、もう朝5時がね、昼間みたく明るくなるからね、はいこちらのおばちゃんパーマね、あのロレアルプレミアムチオっていうね、とにかく強い薬、一番強い薬。 パンチパーマにかけるのが簡単なぐらい強いんでね、これ床屋さん系の薬と比較したらどうなんだろうね、このプレミアムの地を、ね、床屋さんが強めのパーマをかけてるような床屋さん、パンチパーマが大好きな床屋さんとかね、そういう人がちょっと使ってみたらどうかなと思うんだよね、プレミアムの地をね、これ、手に匂いがつくんだよ、チオグリコロさんだかモノエタのラミだかの。これは毛染めの2液 毛染めの乳液まあ6%じゃ強いなと思ったら3%でも1.5%でもそういうんで洗うと、ね、手を、ね、ちょっとつけて揉、ね、み込むと臭いは消えるからねで自分も、ね、何十年もパーマかけてきて、ね、取れやすいっていう人いるじゃない取れやすい人はやっぱね強い治療を使わなきゃ取れやすい中途半端な薬上から2番目ぐらいの傷、ね、まない薬で強くかけましょうこれはね一番痛むさらにねあのシスティンかなんかでね 細いんで巻いてね、縁石ガンガンぶっ込む。これはもう話にならない。一応、チリッチリにかかるかもしんないよ、や、やいちめば。それパーマって言うのって感じだよね。パーマネントウェーブじゃなくて、パーマネント縮れ毛ねえ、縮れ毛ってのは本当にもう、カールを形成しないんだよね。だけど、あの、ここにね、たどり着くまで、取りやすい人にとにかく強いチオで、まあ、 10分以下でかける、置いても7分かな、カーリーぐらいだったら、このプレミアムの治療だったらね、それ以上置くとやっぱり毛先の手触り悪くなるからね、何年かかったの結局この年になるまで、ねこの年になってからだよ、それが分かったの、過去にもね、あの使ったことあんねんよ、毛染めしてる人にね、一番強い血を使ったらどうなんだろうって、でその時やっぱりね、毛先が溶けたんだよね、オーバータイムだったのか、来た状態でもう毛先が損傷してたからかなのかね。 その時の状況としては毛染めしてるおばちゃんだったんだけどね、とにかくカーリーで強くかけてくれと。で、一番強い血を使ったらね、毛先が溶けた。だからもうやっぱり強い薬やるとこういうことになるんだと。とりっきり強い薬っていうのを封印してね、もう買わなかったよね。で、その時のね、カーリーもね、確か若かったから結構太めで巻いたと思うんだよね。太めで巻くとさ、太めってのは8ミリとかの世界だよ。多分8ミリぐらいだよ。7ミリじゃ巻かなかったんじゃないかな。でそういう太いんで巻くとね、どうしても、 おテストカールが見えないで、オーバータイムになっちゃうんでね、だ結局、毛先が溶けちゃう。で、まあ、それからね、何十年もね、パーマかけて、あの細めで、あの短時間でかけると綺麗ってのが分かってきた頃だよね、やっぱり取れやすいおばちゃんに、ね、強いパーマ液を使ってみる、やっぱりチリチリになるんだけど、まあ、取れにくいと、やっぱりチリチリになるから、じゃあ、一段弱くしようかと思うと、やっぱね、取れるのが早いんだよね。 で取れるのが早いからちょっと長いこと置く、長いこと置いても結局取りやすいんだよね、だからまた、じゃあ一番強い塩を使うか、でまあ、ちょっとちりちりになる、だからちょっと太いんで巻いてみる、太いったって、ショートのおばちゃんに8ミリだよね、やっぱりかかりが弱くて取れやすいっていうか、倒れやすい、ボリュームが出にくい、だからやっぱり細めで巻かなきゃだめ、そんなこと繰り返してるうちに、やっぱり6ミリぐらいで短時間でさっとかけてんのが、やっぱり一番いいとなるわけね、一番強い塩で。 その間にもね 5mm で巻いたりねしたんだよね、5mm で巻くとさすがにねブローできねえとかね、<laughs> で何年もかけてね、結局、一番強いチオで、まあ、数分、5分ぐらいで、6mm ロットぐらいで巻くのが一番ベストとで、そこにたどり着いたんだよね、だからね、自分がこれ、たどり着いちゃったわけでしょ、この答えに、だからね、うちの仕事真似してね、ねじゃあ 7mm でかけたらどうかって言ったら、やっぱり取れると思う。 じゃあ、上から2番目の薬使ったらどうかってったらね、これはやっぱりね、どんなにチリチリにかけてもかかるのは毛先が傷んだチリチリ部分だけで根元はね、すぐ取れちゃう、まあ、根元ってのは、確かに一番強い薬でやっても、ね、取りやすいんだよね、だから中間部分が、まあ、かかってるっていう感じ、だから、ね、上から2番目の薬出ると、中間部分すら取れてしまうって感じだよね。 まあでもね、パーマってさ、いろんなかけ方があって、お客様の趣味もいろいろだからね、そういう失敗したパーマというのかね、うちにしたら失敗かもしんないけど、それがいいっていう人もいるのよ、中にはお客様が。でもさ、そういうお客様ってさ、本当のパーマ知らないのかなじゃよその店行くとさ、ぐちゃぐちゃにかけてくれないっつのというお客様ってぐちゃぐちゃらだろうがなんだろうがさ、洗ったままさ、火ついたみいにさ、 サイヤ人みたいに爆発してれば OK みたいな頭そういうのが好きな人もいるんだよね。だけどそれってどうなの本当のパンは知らねえんじゃねえのかなと思うんだけど、皆さんどう思うかね。はい、お疲れ様でした。